はい、お話の続きね。要は簡単に言えば、もう以前郵政造反組と野田聖子さんたち、その逆に言うと三原淳子、今井絵理子さん、そう、丸川珠代とか入ってきて、そのああいうどんどん入ってきて、その変わってもね、逆にどこあの拓郎さん引き継いで、あのメンツたち、その岐阜県でもそうむっちゃ抵抗勢力がいたって分かったよ、ね。お偉いさんたちに自民党ですよ、もう抑えなくなったよ、もう暴走しまくってるんや、もういろんな地域で発車します、シワルダーにご注意ください、いろんな地域でもう発車にしてるって分かった、もうほんとびっくりや、苦戦し始めてるってびっくり、ほんとびっくりちゃう、じゃあびっくりじゃん、うん、あもう抑えられなくなってきた、多分おかん、うん、現年連中も自民の抑えられなくなってる、こういう暮らし、大偉いさんたちも抑えられなくなってきて、もうさすがに分かった、今回のこの、そう日本次は北長瀬、そう規制強化、そう全然規制が撤廃されて、うん、この暮らしむっちゃ改革進んでるって分かった、やっぱこいつ竹永平蔵はいいや、元から無能の経営者、会社員、よう思ったら南部とか、そう南波か南、よう思ったら鉄とか、関係者でよう分かった、とんでもないって分かりましたね、本当は要は分かった、ここ経由で四国にも入れるでは、ただしもうここはもう鉄道はないんや、もう観光バスというか高速バスというか、そう行けないね、よく岡山県、そう仕方ないんや、そうもう場合によってはもう淡路島県無理なんや、そう遠い道広島迂回して、そう、入らん、ダメだって分かったやつ、そう、今回は寝ますし、なあ、びっくりや、なあ、3月4日に絶対戒厳令、国内は、こんなコロナ、やるにと寒いやったら、もっと規制撤廃しろって提案する、規制強化するんだよ、罰金とかどうにするの、そんなことしたら、他の事業所の損害被るぞ、こんなんで、急に従わなかった、寒い、ちょっとね、30日か30日昨日、ちょっと居酒屋さんの大将にちょっと聞いて、今日休業要請やったかって、吉尾さん、初尾さん、もうなかったで、やっぱりな、そういうことや、ある程度配慮されてたんや、休業要請受けたのは、実際言うと、そのああいう東さんとか大手やったやん、そうこういうあったやん、そうこういうことね、そういうことね、もうサムもこういう状況やったよな、休暇返上でも仕事するわ、休暇返上でもやる予定やで、想定して、まあ推定したらね、まあ頭の中で机上演習したら、模擬演習、頭脳演習したら、そう、結構もうな、もうこういう場合は半日で終わって、なもうして翌日からまた出勤という、半日出勤ちょっと検討したらどうかだよ、単純にフレックスタイム制とか導入した方がいいわ、4時間勤務制とか6時間勤務制、そうこれでいいわ、こういうの導入したら給料は少し減るけど、いいんや、仕方ないんや、こんなもん、そう滋賀県でも平均賃金、そうあんまり上がってないではあった、そうびっくりや、うんと、そうやっぱりな、最低
そう、やっぱり住民税のね、こう非課税枠も、うん、全然見直してないし、そういう医療費控除申告書二次と次は岡山、岡山です。2017年から2017年から本格、まあ初め会4年、まあ5年前、5年前から本格実施し、実施したってことで。新幹線新大阪東京方面23番24番乗り場、本格的な実施でことだよね。改善っていうか、そういうことやな。新幹線ご利用のお客様は2階新幹線乗車口へお越しください。検討した結果はね、そういうこと。内容方面手続きがややこしくなったら、まあ、記入しないと、そう、受理しないと。なんかやむなみたいなことしてみても、あんなもう問題や、これ安倍晋三の作ったもうずさんだって分かった。年金でもさ、年金でもさ、自動引き上げ来て、今最低でも2万円払うとはね、分かった。もっと引き下げたら、ね、毎月5000円でいいわ。折半紙は2500円、それでいいわ。もうそれでいこう、もうそれでいこう、うん、もうあの人たち見て、そして横浜のあの中華街の人たち見て思った。浜松の人そして長野市、その間の状況見て、よう分かった、もし。あの状況見て、もうよう分かった、もっと規制撤廃しろ、もっと手続きか、その代わり、ちょっと取り締まり、摘発は、摘発強化、脱タック成分取り締まり、これは強化する。単純明快、日本の公民たち、タック成分してるって分かった、海外で。そう、天皇したの、海外で分散してるだろ、君主国。ブリ英国とかに、そのスウェーデンとか、オランダにむっちゃ、むっちゃ不正蓄財してる、分かった。もう国税庁隠蔽してる、分かった。もう問題や、発覚。問題発覚。岡山駅には3分ほど遅れて着きます。でした。問題、問題発覚にしました。もっと規制撤廃すべきだ。思った。もっと観測。ダメだったよ、あんた。もう本当、うん、分かった。本当に今回の件で、うん、去年の件で、本当こういう、ね、指定の区域もあるし、ね、ここも換算してたんや。もうサムが実際にね、非常宣言の、このこういうみたいな電車で、もう誰も乗ってるのかって、そう、もうほとんどゴーストタウンっていうか、英語でもうアイアムレジェンドみたいな状況やったんや。恐ろしいことやけど。恐ろしいことやけど、恐ろしいことやけど、本当なんですよ、ね、うん、本当に感謝して皆さんも同じことなかったか、99% の公民の皆さん、同じことなかったか、同じことなったか、こういう駅でも感謝してなかったか、本当に感謝してたんや、冗談なの、そう、冗談なの、本当に感謝してたんや、まあまあ、まあ、つまり北陸本線も感謝してたんや、もう、冗談なの。ここの駅もね、あれ、遠いけど、むっちゃ少なかった、誰もいなかったと思うわ、うん、はい、電車も止まってたはず、うん、ちょっといなかった、だから言うと、もう、うん、でもこういう事態が起きてもない、逆に言うと、ね、自宅待機させたら、自主避難ができなくなる、分かった、あれ、ずさんだって分かった、今度発動したら、自宅待機、命じられるやん、みんな命じられてまんやん。今度したら、ね、命じられてまんや、最悪。もう解釈したらそういうことです。こういうことだよ。もう発動はない。はっきり言うわ。はい。同時に発動。東京やよ。もう、未だに煽ってるやろ。あ、発動、発動した。無理。何やっても絶対発動はない。煽り報道は絶対しない。絶対しないという規定。はじめがこういう観光場所を止めるつもりもない、休業する予定はない、でもない、はっきり言うわ、こういう、これはいいんや、元から毎年恒例のことやから、恒例やからいいんやけど、おい、でも絶対ない、もうはずない、相手煽ってるやろ、あんなもん虫食い、ほっとけ、もうあんな分からないやん、ほっとけばいいんや、こういう電車も一時期止まってんだよ、状況もあったんや、うん、あのこれがここも換算してたんや、うん、
このみんでよう今年夏から日本が多分夏もさすがにみんな自粛したいの。ほんで年末これでようやくああむっちゃ多いやろさ、溜め込んでたよお金数十万も溜め込んでたよ。場合によっては人によってはもう100万以上貯めてたんじゃないか、もう1年間溜め込んでたんじゃないか、こういうもう大型連休取れるように向こうだ。もうサムも初めてもう年末年始に来たんだ、本当史上初ね、旅行したの初めてですよ年末年始旅行したの日帰りじゃなく宿泊前提で来たの事実上初めてですよ。ここの状況もあの横浜中華街でも暮らしよう分かった、うん、そして縁市長浜市篠和黒壁スクエアあれ見てよう分かった、うん、規制撤廃しようって決定した、もう撤廃しようって決めた、うん、セルには規制を撤廃すべきだ、規制強化を主張している連中もうほっとけ、そんなに罰則みたいな導入者さんは単純明けは収入源に陥ったからえって、でももうない発動の予定はない、発動の予定はない、本当に冗談力もう発動の予定はないからね、もう発動の予定はないない、ただ自民党に対して精力的に拮抗してもんの、ね、衆議院や参議院で過半数あれお互いにねじれ現象に陥っても、うん、絶対言うわ、絶対上前反対やろ、こんなことしたら罰則来た、視野前提でなん、これはもう条件な、自主規制に任せるべきだ、言うべき、言うわ、対して言うわ、うん、今の野党はちょっと、うん、もっと強硬路線取るべきや、県で、汚職は今責任追及当たり前や、あれは当然、どこの国でもやること、みんな、加計学園とか、桜を見る、書いてあれ、揉めてるやけどな。は籠池さんが証明してくれた、まあ、我々のことはいい、もういい、追求しても結構ないけど、こういう時でも責任追求してくれ、問題ないんや、こういうことしてくれと、うん、大事ないんや、今後、うん、これを言ってたんや、もう国会で、まだ衆院の承認喚問に来てまで、別にあれがいいでしょ、訴えられないね、前々から、今、後半中じゃないけど、まあ、このまま行くと、彼の場合、最高裁まで行くわ。まあ2010だからまあ彼の場合来年決心やろな、最高裁決心やろ、来年最高裁決心やろ、もうこの前行くとき最高裁まで行くわ彼の前間違いないね、これが今の状況です。取ったのは2021年の1月1日の夕方前の状況です、観光状況ですね。今回ちょっと青春期を使いましたよ、ちょっと元を取り返そうと思って取り返そうと思って急遽決定しました、元を取り返そうと決定したの。こういう笑顔を絶対にもっと規制撤廃しろってことだよ、単純明解消費税 10% なぜ引け、観光協会こういうかじゃあそう賛成してた、あ自民党の支持基盤ね、ここも大賛来たね、のところのなして言うと滋賀県な、同じ滋賀県全体でここの同じ神奈川県でも同じことなんや、同じことです、さおい規制強化がいるんや、自民層だわ公明層は関係なくいる、菅総理こういうことやね、こういうことですいるんや、そういう連中が都合悪くなると自民党反発して、ほんで都合良い時は自民党し、これが本当にだから与野党関係ないけど、細野豪志さんが証言してくれたんや、ね、参議院選挙の時あの7月10日ドリカム、ね、その芸能人たちぶっちゃ妨害してるよ、ちょっと問題よこれ国会で今堂々とやってるよ、今年はどうなるかね、来年以降指導者になったらむっちゃ強硬路線ね、芸能規制法とか規制法導入せたのに、ね、まあここで終わりね、そういうことで、これは公約に掲げる、ちょっと強硬路線取らざるを得なかった、講談社の件と吉本の件以上です。